皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画を作成し始めたのは2021年10月だけど、9月に菅氏が自民党総裁の辞任の意向を示した頃から、永田町が騒がしいわ。自民党総裁選に衆議院議員選挙と、政局は目まぐるしく変化するわね。そうだな。特に9月29日に行われた自民党の総裁選挙は、誰が当選するか最後までわからなかった。総裁選に勝利して100代目の総理大臣に就任したのは、岸田文雄氏だな。今まで多くの総理大臣を解説したけど、100代目と聞くと感慨深いわ。岸田さんは2020年も総裁選に出馬していたし、安倍内閣の外務大臣として入閣していたことは知ってるけど、どんな人かと聞かれたら答えられないわ。確かに、彼の足跡や心情などは知らない人も多いかもしれないな。そうだな、今回は岸田文雄氏について解説しようか。ワクワク。岸田文雄氏は100代目、101代目の内閣総理大臣。自民党に30年近く在籍するベテラン議員で、戦後の1000人の外務大臣として最長の記録も保持。その他には内閣府特命担当大臣や、政調会長なども歴任しているぜ。すごいキャリアの持ち主ね。私が知る以上に岸田さんは政界で活躍してたのか。そうなるな。岸田氏の政界での動きは後で解説するぜ。岸田氏が新総裁に就任したのは2021年9月21日だが、2018年の総裁選では出馬を見送った。また2020年の総裁選では菅義偉氏に敗北し、今回の総裁選の勝利は岸田氏にとって悲願だった。今回の総裁就任は3度目の正直か。岸田さんは割と苦労人なのね。そうだな。ちなみに、岸田氏の特技は人の話をしっかり聞くこと。彼が総裁に就任した背景には、対話と調和を重視し、敵を作らない立ち回りを続けたことも要因だろう。このスタンスが内閣の方針や総裁の立場にどう影響するか、注視する必要があるな。総理大臣として国の舵取りをするときには、ある程度の決断力も必要と思うわ。てか岸田さんが総理大臣に上り詰めた過程も気になるけど、どんな人かもわからないのよね。そう思う人は多いだろうな。岸田氏は政界随一の酒豪として知られ、サブカルを含めた漫画にも詳しい。過去のエピソードを聞くと親近感が湧くかもしれないな。ちなみに、鬼滅の刃で好きなキャラクターは赤座。赤座か。目の付けどころが良いわね。なんだか岸田さんの生涯に興味が出てきたわ。しっかり解説するぜ。ちなみに、今回の解説は現代史。2020年10月時点で存命の人物には、視野さんなどの呼称をつけさせていただく。それじゃあ今回は、話させ上手な100代目の総理大臣、岸田文雄について解説する。ぜひ最後まで見ていってくれよな。わーい、楽しみ。それじゃあ、本編スタートだぜ。岸田氏は1957年7月29日、東京渋谷区で通称三陽省の官僚、岸田文武の長男として誕生。岸田家の本籍は広島で、一家は毎年郷里の広島を訪れたぜ。広島か。当時は原爆の爪痕も残っていただろうし、被爆者や被爆二世もたくさんいたでしょう。ああ。岸田家の親戚には被爆死した者もおり、岸田氏は被爆者たちから当時の話を聞いた。この体験は岸田氏に、戦争に反対する強い思いを抱かせた。そんな岸田氏は1963年、6歳で父の仕事の都合でニューヨークに居住し、現地の小学校に通学。岸田氏は居住経験を経て、アメリカという国が持つおおらかさや多様性、普遍的な自由の意味を体感するぜ。アメリカ暮らしは、岸田少年の見識を広めるのに一役買ったのね。そうだな。ただ同級生には、黄色人種である東洋人を露骨に嫌がる者もいた。遠足で先生が同級生同士で手をつなぐよう促した時、岸田氏の隣の白人の女の子が岸田氏の手を拒んだことがあった。差別体験を受けて幼少期の岸田氏は、理不尽な世の中を変えたいと思い、政治家への道を漠然と志すんだ。良くも悪くも岸田さんは、アメリカでいろんな経験をしたのか。幼い頃から政治家を志すなんてすごいわね。違いないな。さて、岸田一家は1966年6月に帰国し、岸田氏は千代田区立永田町小学校、麹町中学校と進学を重ねる。そして1973年、15歳の年に開成高等学校に進学するぜ。開成は麻布高校、武蔵高校と並び、男子御三家と呼ばれる超進学校だ。開成は私でも知ってるわ。岸田少年は毎日勉学に励んだのかしら。この頃の岸田氏は熱心に野球に取り組んだ。ポジションは主にセカンドで、打順は1番か2番。長打力や派手さは少ないが、
先頭打者が出ればバントで送り、自分の役割を果たす選手だったぜ。3年目の夏は1回戦で敗退したが、岸田氏は野球を通じ団結力やチームの大切さを学ぶんだ。岸田さんは内閣発足時に、全員野球内閣を掲げていたのをニュースで見たけど、それは高校時代の経験から来ているのね。その通りだ。ちなみに当時はフォークソングが流行っており、岸田氏はギターにも取り組んだ。岸田氏は多忙な中でも改正での成績は中堅をキープし、現役で東大を受験する。だが3度の受験を経ても合格できず、1978年に岸田氏は21歳で早稲田大学法学部に入学するぜ。早稲田も超一流大じゃない。早稲田に行ったからこそ、出会える人もいるでしょう。鋭いな。岸田氏は大学2年の時に、生涯の友人である岩屋武氏と出会う。彼も後に自民党の議員となり、岸田氏は岩屋氏と国会議事堂ですれ違う時に、学生時代を思い出すそうだ。学生時代に岸田氏は岩屋氏と繁華街で酒を飲み歩き、時には旅行に出かけたぜ。岸田氏は酒豪として知られ、飲み会でも酔わずに聞き役としての力を発揮した。聞き役としての力か。この頃から人の話を聞くという、岸田さんの特技は発揮されていたのね。そうだな。ちなみに、岩屋氏は在学中に鳩山邦夫元衆議院議員の下でアルバイトをしており、大学卒業後は彼の秘書になる。そして岸田氏の父の文武は、岸田氏が大学在学中に経済産業省を退官し、1979年の衆議院議員選挙で広島一区から立候補して初当選するぜ。実は岸田氏の祖父岸田正樹も、戦前戦後に広島一区で衆議院議員を務めており、岸田氏は参政議員だったりする。麻生太郎氏や安倍晋三氏もそうだけど、国会議員は2世や3世が多いのね。岸田氏が政治家を志す上で、父や祖父、岩屋氏の影響は大きそう。違いないな。岸田氏は大学在学中の1979年、1980年の時に行われた総選挙で、父の選挙の手伝いに奔走した。祖父正樹が議員を引退したのは20年以上前のことで、祖父の地盤はなきに等しい。当時は選挙活動として自宅への個別訪問が許されており、岸田陣営は一軒一軒有力者の家を訪れて頭を下げた。岸田氏は選挙の大変さと、一票を得るためには地道な努力が大切と学ぶ。この時の経験は岸田さんが政治家になる時に重宝したと思うわ。じゃあ岸田さんは、大学卒業後すぐに政治の道に進むの？いや、岸田氏は世の中を知るため、就職を選ぶぜ。岸田氏は1982年、25歳で日本長期信用銀行に就職し、東京の本店で外国為替業務に従事。さらに1984年、27歳で海運業界担当の営業マンとして高松に2年半赴任するぜ。岸田さんは元銀行員か、イメージ的にはぴったりね。そうだな。ちなみに岸田氏が高松に赴任した頃は、バブル景気到来前のこと。岸田氏は円高不況で苦境にあえぐ経営者から、経営再建の支援継続を相談されたり、倒産や夜逃げする経営者を目の当たりにするぜ。岸田氏は銀行員の経験を通じ、社会の矛盾や国民が疲弊している様子を目の当たりにするんだ。この経験は岸田さんには大きなプラスになるわ。そうだな。岸田氏は1987年3月、30歳で日本長期信用銀行を退社し、父文武の秘書となるぜ。これは政治家になるための修行のようなもので、彼が政治家を志した背景には、幼少期の差別体験や銀行員時代に目にした経営者の苦悩、国や社会に存在する矛盾や理不尽を、自分の手で変えたいという思いがあった。もちろん、父の地盤をいずれ引き継ぐという理由もあったのは間違いないがな。何はともあれ、岸田さんには頑張ってほしいわ。違いないな。岸田氏は地元広島に留まり、秘書としての責務に奔走。文武は口数の少ない性格であり、岸田氏は父の背中を見て多くを学ぶぜ。また秘書に就任した翌年に、岸田氏は松田の副社長和田義弘の秘書を務めた、和田裕子氏と結婚。後に3人の息子も生まれるぜ。馴れ初めは見合いと言われるが、本当は秘書として企業回りをしていた岸田氏が、裕子氏に一目惚れしたことが発端だ。岸田さんが一目惚れするほどだし、裕子さんも魅力的な人だったんでしょうね。違いないな。裕子氏の実家は広島県三次市で、三次開発工業株式会社を経営する名家。裕子氏も英語が堪能で、ファーストレディーにふさわしい女性だと思う。さて、家庭を持った岸田氏だが、その時が訪れた。その時？ああ。1992年8月4日、岸田氏が35歳の年に父文武が癌により65歳で死去。岸田氏は若くして文武の地盤を引き継いだ。ご冥福をお祈りするわ。じゃあ、次の選挙で岸田さんは立候補するのね。ああ。翌年の1993年6月18日に衆議院は解散し、
7月18日に選挙が行われる。当時は自民党総裁宮沢喜一による内閣が発足していたが、自民党内では派閥争いが激化し、世論や政界では内閣に対する不信感が増大。多くの自民党員が新党先駆けや新政党などの新党に合流する、新党ブームが起きたぜ。自民党が過半数を割り込む形で選挙を迎える中、岸田氏は自民党の推薦候補として、広島1区から立候補するぜ。岸田さんは、新党からの立候補は考えなかったんだ？確かにそんな声もあったが、岸田氏にその気は全くなかったぜ。宮沢喜一は岸田氏の叔母の夫の兄にあたり、縁戚関係にあった。岸田氏は宮沢を政治の師と仰ぎ、選挙の時に支援も受けていたぜ。二人は親戚関係か。じゃあ自民党以外からの立候補は考えられないわ。岸田さんは当選したの？岸田氏は7月13日の選挙で、広島1区でトップ当選を果たし、衆議院議員としての一歩目を踏み出した。今回の選挙では自民党から安倍晋三氏、日本新党から野田佳彦氏や枝野幸男氏、共産党から志位和夫氏、さらには無所属から高市早苗氏らが当選。後の日本の政界に影響を与える人物の多くが、初当選を果たすぜ。すごいメンバーたちね。実は安倍さんと岸田さんは同期なのか。てか新党ブームで自民党は勢力を維持できたの？いや、自民党は前回の273議席から223議席と勢力を交代。8月9日に日本新党ら8会派による連立政権、細川森博内閣が発足し、自民党は野党に下るぜ。岸田氏の政治家としての一歩は、野党議員としてのスタートだった。そんな岸田氏は国民の声を聞くために、ある行動を開始する。それが岸田ノートの作成だ。岸田ノート？これは何？これは国民から聞いた様々な意見を書き記し、後から読み返すためのもの。岸田氏は国民の声を政治に反映するため、議員になった頃から岸田ノートを書き溜めており、ノートは1年で3冊のペースで増えている。この岸田ノートには国民の声や、構想する政策等、岸田氏の全てが詰まっているぜ。岸田ノートは人の話を聞くことを強みにする、岸田さんらしいやり方よね。国民の声を本当に反映するなら素晴らしいけど、その通りだな。ちなみに、自民党は1994年6月30日に日本社会党、新党先駆けと連立政権を発足し、与党に復帰。これは岸田氏が37歳のことで、岸田氏は与党が野党に下るのはあっという間と気持ちを引き締めた。岸田氏が今もノートを書き溜めているのは、この頃の初心を忘れないためだ。初心を忘れないことは大切ね。違いないな。さて、岸田氏は1997年に、若手議員の登竜門とされる党青年局長に就任。1999年に建設事務次官に就任するなど、若手議員の中で頭角を現すぜ。時期は前後するが1996年の衆議院議員総選挙で、岸田氏は広島1区で再当選。新党先駆けと社民党は惨敗し、自民党は橋本雄太郎による単独政権になるぜ。自民党は衆参合わせて第一党の座をキープした。自民党の党員は衆参合わせて400人以上。議員が多いと岸田さんが頭角を現すのも大変ね。鋭いな。自民党は発足当初から多くの党員を抱えており、経歴信条政策理念の近い者たちは、派閥を形成して結束した。派閥に入った議員は派閥の領袖や会長に忠誠を誓い、彼らを自民党の総裁、ひいては総理大臣に押し上げるために尽力する。一方で派閥の幹部らは派閥内の若手に、選挙や政治家のノウハウを伝授する。自民党内の派閥は総裁選や閣僚の選出に、大きな影響を与えるんだ。組織が大きくなると派閥ができるのは世の常ね。いろんな派閥があると思うけど、岸田さんはどの派閥に属したの？岸田氏は宏池会に属した。宏池会は1957年に池田隼人が立ち上げた、保守本流を掲げる歴史ある派閥で、縁戚の宮沢喜一が1986年から1998年まで会長を務めたぜ。また、派閥の会長も時代とともに変わるため、派閥の会長や領袖の名を取り、派閥の名前を〇〇派と呼ぶこともある。そして1998年以降の宏池会会長は、宮沢の腹心加藤浩一が就任するんだ。つまり宏池会は宮沢派から加藤派に変わったと。岸田さんはそのまま加藤派に属したのね。ああ。この頃の加藤率いる宏池会は70名と、別派閥をぶち派93名に次ぐ勢い。波乱が起きたのは2000年11月、岸田氏が43歳の時に勃発した加藤の乱だ。これは低支持率の自民党の森喜朗内閣に、野党が不信任決議案を提出する動きを見せた時、加藤派の一部も同調して賛成に回ろうとした頭角運動。加藤派が不信任案に賛成すれば、
賛成票は衆議院の過半数を超え、森内閣は内閣総辞職か衆議院解散を余儀なくされた。森内閣は自民党による内閣よね。加藤は自分が属す自民党の森内閣を潰そうとしたの？2001年に参議院総選挙が控えており、低支持率の森内閣で選挙に挑めば、自民党は大敗すると加藤は睨んだんだ。加藤は最有力の次期総裁候補と評されており、岸田氏は欠陥状をしたためて加藤の動きに同調。世論も加藤を支持する動きもあり、森氏が衆議院の解散ではなく内閣を総辞職する道を選べば、次期総理大臣の座は加藤に回る可能性もあったぜ。加藤の乱が成功すれば、加藤派内部での岸田さんの立場も向上するわね。じゃあ加藤派は野党の不信任案に賛成して、森内閣は窮地に立たされたの？いや、党幹事長の野中広村が加藤の同調者に切り崩し工作を行い、加藤の乱からは多くの離反者が出た。最終的に野党から内閣不信任案が出された時、加藤は不信任案に賛成せず、本会議に欠席する形を取る。結果的に内閣不信任案は否決となり、自民党内の加藤の求心力は暴落するぜ。つまり加藤の乱は失敗か。岸田さんは加藤と運命を共にして本会議に欠席したの？ああ。岸田氏は本会議に欠席した加藤派21人の一人に名を連ね、切り崩し工作に応じなかったぜ。加藤に同調した議員の中には、菅義偉氏や谷垣貞一氏など、後に自民党の総裁に就く者もいた。岸田氏は加藤が本会議に参加しなかったことを、自らが屈辱のピエロになることで加藤派の若手を守ったと解釈し、加藤をその後も尊敬した。ただ岸田氏は加藤の乱の顛末と、加藤の没落を見て、政治家として勝負をかけた時は、絶対に負け戦をしてはダメだと考えるようになるぜ。加藤の乱の失敗は、岸田さんの政治姿勢に大きな影響を与えたのか。いずれ岸田さんは大きな勝負に出そうな感じね。それはもう少し先だな。話は進むが乱を経て後期会は、加藤派と反加藤派に分裂したぜ。反加藤派は2001年1月に堀内光雄や宮沢喜一らを中心に堀内派を結成し、岸田氏は彼らに声をかけられる形で堀内派に所属。新たな火種を生まないよう、加藤の乱に決起した議員たちもおとがめはなかった。おとがめなし。つまり、岸田さんは自民党の中で要職を務めるようになると。ああ。同月の1月に岸田氏は、自民党の経理局長に就任する。経理局は党の金銭に関与する部署で、党と業界団体をつなぐパイプ役だ。銀行員経験もある岸田さんには適職ね。そうだな。また岸田氏は4月26日に発足した第一次小泉純一郎内閣で、文部科学副大臣に就任。文部科学大臣は民間から起用された遠山敦子氏で、岸田氏は政界の動向に不慣れな遠山氏のサポートもこなす。岸田氏は小泉内閣が内閣改造を行う2002年9月30日までその任に当たるぜ。内閣改造。確か小泉内閣って割と長期政権だった気がするわ。小泉内閣はその後も続くのよね。詳しいな。小泉内閣は内閣改造を含め、2001年4月26日から2006年9月26日まで続いた長期政権。岸田氏が所属した派閥は宏池会、堀内派であることは先ほど述べたが、堀内派は小泉政権から距離を置いており、党内で冷遇されていたぜ。さらに堀内派内部では2003年の総選挙前に宮沢が政界を引退し、2005年7月に堀内が、小泉内閣の進める郵政民営化法案に反対票を投じるため、派閥会長を辞任するなど、宏池会の勢力図も塗り替えられる。堀内派は自民党内で苦境に立たされていたのか。堀内が堀内派の会長を退くということは、次は誰が宏池会の会長になるの？会長不在のままで丹羽裕也氏と、古賀誠氏の両名が運営を行うが、2006年2月には両名が共同代表に就任するぜ。これは小泉政権に一定の理解を示す庭氏と、反小泉を貫く古賀氏の両名を会長に据えることで、派閥内の分裂を防ぐ目的があった。岸田氏は古賀氏の側近として重きをなし、古賀氏も岸田氏を人の意見を受け止めるタイプと評価するぜ。ふむ。古賀氏は岸田氏の良いところを見抜いていたと。てか時間軸的に2006年だけど、小泉内閣はもう終わる時期じゃないの？その通りだ。小泉氏は総裁の任期満了を迎え、9月26日に総理大臣を退任。次期総裁は小泉氏の後継者的な安倍晋三氏が就任し、同日に第一次安倍内閣が発足する。右の写真は第一次安倍内閣時の安倍さん。若いわね。そうだな。今回の総裁選で宏池会には箱ヶ派は、安倍氏を支持して自民党内の主流派に躍り出ており、派閥から4人の閣僚を送り込むことに成功。まあ、古賀氏はその後で再び安倍氏と距離を置くんだけど、
そして庭師が安倍内閣の論功行賞で総務会長に就任し、形式的に派閥を離れた時、古賀氏はクーデター的に会長に押し上げられる。安倍内閣を経て宏池会は、古賀氏が単独で会長に就任するんだ。古賀氏が宏池会の会長になれば、古賀氏の側近たる岸田さんの立場も向上するわね。古賀派は自民党の主流派だし、岸田氏の閣僚入りも近いわ。鋭いな。後に安倍内閣の内閣改造が行われた時、古賀氏は古賀派から引き続き議員を入閣させる。結果的に2007年8月27日、岸田氏は50歳で第一次安倍改造内閣の内閣府特命担当大臣に就任し、初の閣僚入りを果たすぜ。ついに岸田さんも閣僚入りか。腕の見せ所ね。確かにそうだが、1ヶ月前の参議院総選挙で自民党は第一党から転落していたし、安倍内閣は発足直後から閣僚の不祥事が相次いで発覚。第一次安倍改造内閣は9月26日に総辞職し、この内閣における岸田氏の功績はほぼないな。次期総理大臣は新たな総裁に就任した福田康夫氏であり、岸田氏は引き続き内閣府特命担当大臣を留任した。引き続き閣僚入りできたならよかったけど、てか、岸田氏が就任した内閣府特命担当大臣って何なの？これは内閣の重要政策の事務を担当する国務大臣であり、いくつかの役割を兼任することもあったぜ。福田内閣で岸田氏は沖縄及び北方対策、規制改革、国民生活、科学技術政策の4つの担当を兼任。余談だが第一次安倍内閣では、再チャレンジという担当も兼任していたぜ。役割が多くて大変そうね。私なら混乱しそう。違いないな。岸田氏は沖縄及び北方対策の担当として、沖縄や北方地域の諸問題に対処し、規制改革担当として市場における規制緩和や強化の諸務に対応。さらには国民生活担当として消費者行政や市民活動の促進等を所管し、科学技術政策担当として、総合的基本的な科学技術の企画立案及び総合調整に対応する。岸田氏は福田内閣が2008年8月2日に内閣改造を行うまで、各分野の事務に奔走したぜ。順風満帆そうな岸田氏だが、2009年の8月30日、52歳の時の衆議院選挙では苦戦も強いられた。2009年、この年に自民党から民主党に政権交代が起きたのよね。ああ、麻生太郎内閣の閣僚のうち、6人が小選挙区で落選する中、岸田氏は広島1区で民主党の推薦候補杉川博氏に7918票の僅差で当選し、自民党の面目を保つ。ただ自民党119議席に対し、民主党は308議席であり、麻生内閣は総辞職して野党に下り、新たに民主党の鳩山由紀夫内閣が発足するぜ。自民党の候補者が記録的な大敗をする中、岸田さんは当選か。なぜ岸田さんは選挙に強いの？父の代からの地盤があったことは間違いないが、岸田氏は父の選挙応援時代から演説は鍛えられており、街頭演説は得意だった。選挙と関係なく、広島の街頭で演説することを新人の頃から続けていたそうだ。逆風吹き荒れる2009年の選挙で岸田氏が当選したのは、今までの積み重ねによるものだわ。違いないな。野党時代の岸田氏は総裁谷垣氏の下で、2011年9月に国会対策委員長に就任。国会論戦の総指揮官を担い、与党である民主党の姿勢を激しく追求し、後に起こる解散総選挙の道筋を立てた。政権運営に不慣れな民主党は、発足当初から迷走を続けて支持率は低迷。2012年、岸田氏が55歳の頃には自民党は政権奪回も視野に入った。与党が野党に下るのはあっという間。これは岸田氏が新人議員の時に感じたことね。その通りだ。そして衆議院の解散を経て11月16日に選挙が開催された時、宏池会古賀派の会長古賀氏は、選挙に立候補せずに政界の引退を宣言。古賀氏は会長の座を岸田氏に譲り、自身は名誉職である名誉会長に就任。古賀氏は派閥内外に影響力を持ち続けるが、一応は宏池会は岸田派に変わるぜ。ついに岸田さんは宏池会の会長か。着実に自民党で頭角を現してるわね。次の選挙でも岸田さんは当選するでしょ？ああ。12月16日の選挙で岸田氏は難なく当選。政党が乱立する中で自民党は大差で第一党に返り咲く。12月26日に第二次安倍内閣が発足するが、岸田氏は外務大臣として入閣するぜ。外務大臣？畑違いな気もするけど、どうして安倍さんは岸田さんを選んだの？二人が同期であることは先ほど述べた通りで、派閥は違えど仲は良い。安倍氏は岸田氏の実務能力の高さや、対話を重視する姿勢を変え、外務大臣に起用したとされる。
岸田氏は沖縄及び北方対策の庶務を担当していたこともあるし、岸田氏のバックにいる古賀氏は中国と強いパイプも持っていた。一応高派と評される安倍氏だが、親米英派でもあり親中派でもある岸田氏を外務大臣に据えて、中国などの周辺諸国への友好姿勢をアピールしたともされるぜ。岸田さんの外務大臣の起用には、様々な意図があったのね。本当の意図はわからないがな。そんな岸田氏だが、外務大臣時代に他国の主張に翻弄されたこともある。例えばどんなことがあるの？2015年7月5日に長崎にある軍艦島がユネスコ文化遺産に登録されるが、韓国側は世界遺産の説明に、韓国人がフォーストレイバー、強制労働されたという一文を入れることを主張した件だぜ。日韓は協議を重ね、フォーストプーワーク、働かされたという一文に変更したいしょ。岸田氏はこの一文は強制連行を意味しないと明言し、韓国に徴用工訴訟問題と関連付けさせないことで合意させた。フォーストレイバーとフォーストプーワーク、ニュアンスは違えど、要は日本は韓国に強制労働させたと世界に認める形になったのね。この辺は難しい問題だな。また、12月28日に岸田氏はユンビョンセ韓国外交部長官と会談し、慰安婦問題を最終的かつ不可逆的に解決することで合意するとし、元慰安婦を支援する財団20億円を拠出することを決めているぜ。まあ、これも結局保護にされるんだけど。深追いするとコメント欄が紛糾しそうだけど、韓国の動向は岸田さんには良い経験になったんじゃない？違いないな。また翌年の2016年5月26日に第42回先進国首脳会議、いわゆる伊勢志摩サミットが三重県の賢島で行われる。それに先駆け4月10日に G7 外相サミットが広島で開催され、岸田氏は議長を務めたぜ。広島。岸田氏の地元であり、かつて原爆が落とされた場所ね。ああ。岸田氏は会議の場で G7 各国がそれぞれの強みを生かし、相互補完的、かつ相乗効果を生む形で、テロや難民問題に関する取り組みを進めていくことの重要性を説いた。また、サミットの後で岸田氏は、他の外相と広島平和記念公園を訪問。外相たちの平和公園の訪問は歴史的な出来事として世界の注目を集め、岸田氏は外相を代表し原爆死没者慰霊碑に献花を行った。原爆を唯一落とされた国として、広島平和記念公園は各国の要人に訪れてほしい場所ね。そういえばテレビで見たけど、伊勢志摩サミットの時に、オバマ大統領も広島平和記念公園を訪れてなかった？よく覚えているな。5月27日にオバマ元大統領は広島平和記念公園を訪問。この訪問は2015年夏から岸田氏と、キャロライン・ケネディ駐日アメリカ合衆国大使により、協議が進められていたぜ。岸田氏は大統領が被爆地を訪問しても、日本は謝罪を求めないことを自ら主張し、大統領が被爆地を訪問することは、核廃絶を世界にアピールすることにつながると見解を述べた。この2点は大統領が広島訪問を行う上で、大きな弾みになったんだ。過去の謝罪にとらわれず、核廃絶のために大統領の広島訪問を提言する。岸田氏の主張は非常に前向きね。違いないな。オバマ元大統領が広島平和記念公園を訪問した時、岸田氏は通訳を介さずに原爆ドーム、原爆のこの像、折り鶴などの説明を行う。オバマ氏は、核兵器のない世界を追求しなくてはならないと演説の場で述べており、核廃絶の重要性を世界に伝えた。この歴史的偉業の陰に岸田氏の尽力があったことを、私はこの場で伝えたい。岸田氏は親族が原爆で亡くなっているもの。核廃絶に対する思いはとても強いと思うわ。その通りだ。良くも悪くも様々な外交を続けた岸田氏だが、2017年8月3日、60歳の年に外務大臣は河野太郎氏に交代となる。4年8ヶ月の任期は専任の外務大臣としては戦後最長だった。その後の岸田氏は、政府の政策立案に影響力を持つ政務調査会長に就任。これは幹事長、総務会長に並び、自民党内で強い権限を持つ党三役の一つだ。確実に岸田さんは、自民党の重役に上り詰めているわね。総裁になるのも時間の問題かしら？それはもう少し先だぜ。安倍氏の総裁の任期満了に伴い、2018年7月頃から自民党内では次期総裁の話が浮上。多くの派閥の会長が3度目の安倍総裁支持を表明する中、岸田派の若手は岸田氏の総裁選出馬を主張した。ただ岸田氏は7月24日に立候補見送りと安倍氏の支持を表明し、総裁選に立候補しなかった。岸田さん的には、まだ勝負に出る時ではないと感じたのかな。総裁選の結果はどうだったの？
9月20日に安倍氏と石破茂氏との間で総裁選が行われるが、安倍氏が553票、石破氏が254票となり、安倍氏は3度目の総裁に就任する。岸田氏は今回は安倍氏の支持に回り、3年後に安倍氏から総裁の前場を狙うべきとする慎重論を取ったとされる。ただ長期政権を築いた安倍氏も、持病が悪化して2020年8月28日に、総裁の辞任を表明。安倍氏の残りの任期である、2021年9月末までの総裁を決める総裁選が行われるんだ。この時の総裁選に勝利したのは菅さんよね。菅さんの動画で解説したけど、もう1年も経ったのか。月日が経つのは早いな。9月14日の総裁選は安倍内閣で長年官房長官を務めた菅義偉氏が、岸田氏と石破氏に勝利し、新たな総裁と総理大臣に就任。菅氏は377票、岸田氏は89票、石破氏は68票であり、石破氏は次の総裁選の目をつまれた形になるぜ。ちなみに岸田氏のバックにいた古賀氏は、今回の総裁選で菅氏の支援に回ったとされ、総裁選を終えた頃に宏池会の名誉会長を辞任。岸田氏は自身の裁量で、派閥を動かせる立場になったぜ。そうなのね。総裁選は私たちの知らないところで、大きな力が動いているのね。それは違いないな。さて、9月16日に発足した菅内閣は、当初は高い支持率を誇るが、混乱を経て徐々に人気は低迷。菅氏は2021年7月時点で、9月の総裁選に立候補予定であったが、9月3日には立候補しないことを表明する。これは衆議院議員の任期も間近に迫る中、菅氏では次の選挙で勝てないという党内の意向もあったと思うが、菅内閣の評価は各々に委ねるとしても、ワクチンの推進に携帯料金の値下げと、割と功績を残したと思うけどね。今回の総裁選では岸田さんの他に、河野太郎さん、高市早苗さん、野田聖子さんが立候補してたわね。今回の総裁選は岸田さんにとって、政治家として勝負をかけた時だったのかな。多分な。総裁選では麻生派のベテラン勢、谷垣派に細田派と、多くの派閥と有力議員が岸田氏支持を表明。今回の総裁選は今まで以上に入念に計画されたものと思われる。9月29日の総裁選の第1回投票は岸田氏256票、河野氏255票、高市氏188票、野田氏63票となり、単独で過半数になったものはいなかった。ということは、岸田さんと河野さんによる一騎打ちか。そういうことだな。結果的に決選投票で岸田氏が257票、河野氏が170票となり、岸田氏は過半数の票を得るに至る。岸田氏は自民党の27代目の総裁に就任し、10月4日の内閣総理大臣指名選挙を経て、100代目の総理大臣に就任するぜ。岸田氏は10月8日の本会議で新しい資本主義や、成長と分配の好循環を実現すると表明し、意気込みを語る。100代目の総理大臣、そう聞くと感無量ね。岸田さんには頑張ってほしいわ。そうだな。ただ岸田氏の総裁就任は他の派閥からも支持を得ていられたもの。岸田内閣は公明党と連立政権を組んだほか、細田派や旧竹下派などの自民党内の様々な派閥が入閣。岸田派より細田派の方が入閣者は多かった。細田派は安倍元総理が隠然たる勢力を保っていたほか、自民党の副総裁に麻生太郎氏、さらに選挙の顔となる幹事長には甘利明氏が就任。長年幹事長を務めた二階俊博氏の辞任などはあるが、岸田氏の采配を旧来の自民党の風潮が残る人事と考える国民も多かった。確かに岸田内閣の支持率は、各社で 40% から 60% 付近で、菅内閣より高くなかったわ。でも内閣が発足してから、すぐに衆議院議員選挙をしてたような。その通りだ。2021年10月21日に衆議院議員の任期は満期を迎える。岸田氏は10月4日に10月14日に衆議院を解散し、31日に選挙を行うことを表明。2017年の自民党の議席は284議席と圧倒的であったが、今回は感染症対応などの信任を問う声もあり、自民党は苦戦が予想される。だが、割と自民党の議席数は多かったわよね。ああ、岸田氏は与党、自民公明で過半数の議席を勝利ラインとするが、結果は自民党が絶対安定多数の261議席を確保。議席は前回より減るが、元が多すぎただけで自民党の勝利に間違いはなかった。261議席、すごいわね。岸田さんも当選したのよね？ああ。岸田氏は広島1区で当選を果たし、自民党総裁の続投は確定となる。
今回の選挙では、躍進が予想された立憲民主党と共産党は公示前より議席を減らし、自民党と是々非々の立場を取る日本維新の会や、野党共闘に加わらなかった国民民主党は躍進。誰とは言わないが、悪目立ちした議員は与野党ともに落選するなど、見るべきものの多かった選挙と言えるぜ。このチャンネルではいろんな時期の選挙結果を解説してるけど、それぞれの選挙結果は当時の世相を反映してて興味深いわね。違いないな。また自民党幹事長だった甘利氏は、過去の現金授受疑惑もあり、小選挙区で落選。比例で復活するが、選挙活動を指揮する幹事長の役職は果たせるはずもなく、11月4日に幹事長を辞任する。後任の幹事長には旧竹下派で、安倍氏や麻生氏と仲の良い茂木敏充氏が就任し、茂木氏の後任の外務大臣には、岸田派のナンバー2である林芳正氏が起用されたぜ。甘利さんも幹事長という重役で目立たなければ、批判もそれほど浴びずに小選挙区で当選してた気もするの。その後の茂木さんや林さんの起用も、岸田さんの作戦なんじゃないかしら。それはわからないが、そう考えても納得しうる流れだな。岸田氏は総裁になると二階氏の影響力を制止し、総裁選でしのぎを削った河野氏は広報本部長となり、岸田内閣に入閣はしなかった。さらに言えば麻生氏が就任した自民党副総裁も、岸田氏が不在でなければ、役割の少ない名誉職的な意味合いも強い。岸田氏が総裁に就任してから、日本の政界図は間違いなく変わりつつあるぜ。対話と調和を重視する岸田氏だが、その実像はずっとしたたかで、作詞な人物なんじゃないかと思っている。確かに自民党内の世代交代は進みつつある気がするわ。本当のところはわからないけどね。そうだな。さて、11月10日に岸田氏は首相指名選挙で指名され、第二次岸田内閣を発足し、101代目の総理大臣に就任する。総裁選に衆議院議員選挙と、岸田氏は複雑な政局を乗り切った。岸田氏は第一次岸田内閣発足時と同じように、新しい資本主義の実現などを目標に掲げたぜ。さらに談話の中で岸田氏は政策実行にあたっては、私自身が現場に足を運び、国民の声を聞き、政策に反映させていくことを約束する。とも記している。これだけ難局を乗り切った岸田氏だし、頑張ってほしいわね。その通りだ。さて、今回の動画はここまでになるぜ。動画の時間軸は2021年11月まで。ここから先のことはどうなるかわからない。ただ岸田氏には日本の発展と私たちの生活を守るために、公約や政策を成功させてほしいところだな。今回は岸田文雄氏が、二度目の総理大臣に就任するまでを解説したぜ。岸田氏は宮沢喜一元総理大臣の縁戚にあり、祖父や父も衆議院議員を務めた人物。内閣府特命担当大臣や外務大臣、政務調査会長などの要職で確かな実績を残しつつ、総理大臣に上り詰めた。対話と調和を重視する岸田氏だけど、腹に秘めている度胸は並々ならぬものがあるのね。違いないな。岸田氏は加藤の乱の反省から、政治家として勝負をかけた時は、絶対に負け戦をしてはダメだと考えるようになる。実際に勝負に出たのが2021年の総裁選なわけで、岸田氏は総裁選にも総選挙にも勝利した。なんだかんだで長期政権になる可能性もあるな。これからどうなるかはわからないけどね。そうだな。さて、岸田氏は新しい資本主義を掲げ、富の再分配と格差の解消を目標としている。市場を見れば今の日本は悪い円安が続き、給与は上がらないのに物価は上がる、スタグフレーションの兆しを見せつつある。日本の経済は新たな局面に入っているな。私も財布の中が厳しいことが増えたわ。スタグフレーションに外交と問題は山積みだし、この危機を岸田さんには乗り切ってほしいところね。違いないな。以上で、ゆっくり解説岸田文雄の生涯を終了するぜ。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。